男狭母塚古墳。男狭母塚古墳。小佐保塚古墳は、宮崎県西都市三宅にある古墳。形状は、ホタテ貝形古墳。西都玄古墳群、内丸山市群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、男狭母塚両母参考地、被葬候補者、二二義の村として、両母参考地に事業されており、 南側の女狭穂塚両母山高地、女狭穂塚古墳と隣接する。女狭穂塚古墳と共に、九州地方では最大規模の古墳であると共に、ホタテ海形古墳としては全国で最大規模の古墳で、5世紀前半、古墳時代中期頃の築造と推定される。宮崎県中部、一つ川中流域右岸の鉱石台地。 サイト現代地中央部に築造された大型ホタテ海地古墳である。大地上では三百二十基以上からなる九州地方最大規模のサイト原古墳群の映像が知られ、古墳群で最大規模の本古墳と女狭墓塚古墳は倍長三基と共に丸山市群を形成する。墳丘上にはかつて河合塚神社が鎮座した。現在は三宅神社境内に遷座。現在は 区内庁事情の両母さんコーチとして、同庁の管理下にあるが、これまでに宮崎県教育委員会による立ち入り測量調査、立ち入り地中レーダー探査等が実施されている。噴形は、前方部が単小なホタテ貝型の前方五円形で、前方部を南南東方に向ける。噴級のうち、円球部は三段築成、前方部、砲弾部は二段築成。 噴球長は176メートルを測り、女狭坊塚古噴、前方公園噴とほぼ等しく、九州地方では最大規模になるほか、ホタテ貝形古噴としては全国で最大規模になる。噴球表面では、円筒波庭が検出されている。噴球周囲には二重朱堀が巡らされるが、内号、外号とも前方部前面には巡らない耳輪状をなす。 主体部の埋葬施設は明らかでない。また、周囲古墳のうちでは、サイト原175墳が本古墳の倍長と推測される。この男狭マ塚古墳は、女狭マ塚古墳と、ほぼ同時期の古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。それまでのサイト原古墳群では、第一円ペ部において6つの主張母系列が、並立していたが、 第一中央部に築造された男狭坊塚、女京保塚両古墳はそれらを統合するような様相を示す。しかしながら彩と原で両古墳に続く古墳は規模を大きく縮小し、次の南九州の名手墳は横瀬古墳、鹿児島県総群大崎町に移動することとなる。なお、彩と原古墳群の古墳域は1934年、昭和9年に国の史跡に、 1952年、昭和27年に、国の特別史跡に指定されているが、男狭坊塚古墳、女京塚古墳の古墳域は、両母参考地に事情されてい関係で史跡には、含まれていない。古墳の規模は次の通り、1997年度、平成9年度の測量調査による、現境地、男狭母塚古墳、女京塚古墳の築造をめぐっては、 近接して立地することもあり、これまでに次の諸説が挙げられていた。以上に関して、宮崎県教育委員会による立ち入り地中レーダー探査、分球部除くの結果によれば、男狭ボ図加古墳、女京北加古墳には重複関係はなかったとされる。男狭ボ図加古墳、女京北加古墳が、第一中央部に築造されたのは、西から伸びる。 小級両先端部を利用することによる土量確保のためとみられ、限られた戦地の中で両古墳の築造が最大限かつ東墳球長企画された点が注目される。その176メートルという墳球長は九州地方全体でも後続の東人大塚古墳、鹿児島県肝付郡東串良町、154メートルを大きく引き離す規模になる。また、 ホタテ海形古墳としても、第二位の乙女山古墳、奈良県北葛城郡河合町、130メートルを大きく引き離す。男狭母塚古墳からの出土品としては、円筒埴輪がある。気壁が薄い、突体端面が細い、大々褐色、暗褐色、黒縁が不明瞭という特徴を示し、穴蔵幼少性とみられる。女京保塚古墳の出土埴輪とは、時期的には、 非常に近接するが、そちらは異なる政策技法、野薬商制である点が注目される。サと玄古墳群の丸山市群では、175分、湿度波庭は、男狭坊塚家系列、169号分、171号分、湿度波庭は、女狭坊塚家系列に位置付けられるが、男狭坊塚家系列は引きない敵波庭。 女狭没家系列は、機内的埴輪とされる。なお、斎藤元古墳群では、丸山市群の他には101号墳、寺原古墳、212号墳で、埴輪の湿度が知られ、いずれも女狭没家系列に属する。一方、男狭没家系列の埴輪は、周辺の大型前方公園墳で採用が知られる。男狭没家古墳の実際の被装者は明らかでない。 宮内庁では、被壮者を特に定めない両母参考地、男狭母塚両母参考地に事情しているが、被壮候補者として、ニニギノミコトを挙げ、隣接する女狭母塚古墳、女狭母塚両母参考地では、被壮候補者として、日のこの花咲桜姫、この花の咲桜姫を挙げる。ニニギノ村は、日本神話に登場する神であり、日本書紀ではその両について、 地区日向河合の産料と記載されるが、所在地は承知図されていない。また、演技式所領式では、遠慮の日向かい産料として記載されるが、在日向国、無料ことのみ簡潔に復帰されるため、演技式当時には、所在が失われていたとする説もある。この二に二ぎの村の三笹をめぐっては、宮崎県域、鹿児島県域に、本古墳含む、数箇所の伝承地が存在したが、 1874年、明治7年に、現在の河合山寮、鹿児島県薩摩仙台市の日田神社境内に、事情され、本古墳は1895年、明治28年に、寮母山高地に事情された。男狭坊津加古墳、女京骨加古墳の周辺では、円墳2期、彩刀玄169号墳、斎刀玄1 7 5号墳、宝墳1基。 サイト原171号分の計算機の古墳が築造されており、いずれも男セマボツカ古墳、または女セマボツカ古墳の倍長、倍長と推測される、いずれも両母参考地事情外。本項目では男セマボツカ古墳と関係が深いと見られる、サイト原1 7 5号分について解説する、サイト原69号分。 サイト原171号分については、女狭没過古墳倍長を参照。所在地、市域内への立ち入り、交通アクセス、周辺、駐車区出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。